残り人生戦おう、胸に刻んで戦っていこう。安倍政治と戦いながら戦争の時代、原発の時代を乗り越えていこう。国民の中に広く深い連帯をみんなで作っていこう。再稼働によってまた原発事故が起きるだろう。人生を壊れる原発、津波で爆発をする、そんな原発なんかもう安全じゃない。原発は終わりにしよう。